こんにちは、テンバーアカデミー堀秀夫です。Amazon 輸出でね、儲けるための商品はどこで仕入れるか。初めは、ダイソー商品で取引件数を稼ぐわけなんですけど、ダイソー商品だけだとね、儲かんないんじゃないでしょうかという、質問がありました。そのように不安に感じるのもっともなんですけど、初めのうちはね、ダイソー商品で数を稼ぐのが一番無難であると。でさらにね、利益が、取れる商品も見つかることも多々あるし、一工夫してセット商品にするとかね、いう形を取ると、利益が取りやすい商品は結構多いです。なんといってもね、ダイソー商品のすごさというのは、海外ってね、海外ってというか、中国なんかでね、この商品は、ありますかと。とね、ダイソーより安く、ダイソーの品質のものを仕入れるっていうのはね、ほぼできないというのがね、よく分かりました。あるいはね、ダイソーで100円で売ってるものを探してもらったらね、中国のネットショップで1500円ぐらいで売ってるとかね、そんなもんまでありましたね。よく日本に来てね、100円ショップね、中国商品を中国人が日本で買うのはおかしいみたいなね、報道がありましたけど、世界中の人がやっぱ日本に行くとね、100円ショップは行きたがりますよね。で、中国の人が普段目にする中国製の商品と、ダイソーの商品ね、同じ中国製でも、品質が全然違うというのもあります。この理由はね、中国製品についてとか海外製品についてとね、動画にしますけど、何しろ取引件数を稼ぐ場所であるんですけど、利益が取れる商品も見つかるんでね、初めはもうダイソー中心でダイソーをじっくり見た方がいいんじゃないのかなというふうに思います。なんといってもね、毎月500商品新商品出してるそうですよ、ダイソーって。500商品新規で出てくりゃね、そら中には儲かる商品もあるだろうと。この新規がそれぞれね、このものすごい勢いで出てくるショップっていうのは他にはちょっとね、考えつかないですね。だいたい桁が一つ下かね、あんまりいつ行ってもそんな変わり映えしないっていう店が多い中で、ダイソーはズバ抜けてるなと思います。であとはね、マンダラケ、これね、マンダラケはもう普通に仕入れ価格の3倍で売れる商品を、探します。これね、どこだと見つけやすいっていうのは人によって違うんでね、取引件数ダイソーでね、取引件数をクリアした後でまた、指示します。であとドン・キホーテとかね、ハンズやロフトの場合もあります。でこの時の注意点はね、ドン・キホーテとかハンズとかロフトで売ってる価格で仕入れて3倍で売れる商品見つけてもね、なかなかないです。だからね、この商品は、中国で買えば安いなとか、卸で買えば安いなとか、まとめて買えば安いなっていうのがね、ありますんで、そういう商品なんかをね、見て、別なとこで探すとか、とりあえずね、ハンズやロフトやドンキで買っちゃって、で売れたら安く仕入れるとこ探すとか、ね。ドン・キホーテの場合はね、すごい割引になってることもあるんで、割引で試したらね、それで儲かると。で続いて同じ、ものを同じ割引では買えませんからね、似てるものを安く売ってるとこを探すとか、ちょっとひとひねりというか、ふたひねりというか、見てそのまま3倍で売れる商品を仕入れるのとは違うんで、慣れないとやりにくいところがあります。でどういうふうになってくればね、そういうのができてくるかって言ったら、やっぱりね、たくさんの商品を売ってくると分かるようになってきますし、それはね、聞いていただければ、この商品をじゃあ中国でいくらで買えるか調べましょうとかね、日本のネット卸でもこれ買えそうですねとかいう、サポートはしますけど、何よりかにより今の段階でまだ取引件数を増やさなきゃいけないという場合はね、ダイソーに集中してダイソー商品をどんどん種類いっぱい出していった方がいいです。で注意しなきゃいけないのはね、儲かりそうだからって言って複数買ってしまうと、売れないものは売れないんで、売れないものっていうかね、売れてるんだけど、新人だとね、売れないものっていうのは結構いっぱいあります。売れないっていうのは物理的に出品ができない場合もありますし、出品はできるんだけど売れないって場合もあります。ですからね、
1個出してみて売れるのを確認するっていうのが Amazon の場合は非常に重要なんで、ここの作業を端折ってね、中国行って大量仕入れとかね、卸から買っちゃうとかね、売れそうな商品の契約をするとかやるとお金と時間が無駄になりますんで、まずはね、利益が出そうな商品を1個買ってみて、とりあえず売ってみるというのをね、どんどん試してください。そのためにね、やっぱり一番いいのは何しろ元が100円なんでね、100円ショップ、ね、仕入れ失敗してもね、損害は100円プラス送料なんで、ダメージ少ないんで、一番おすすめいいんじゃないのかなということでね、まずほとんどの方はその形でスタートしてもらってます。まあ疑問に思うこととかね、これでいいのかなという確認事項とかあれば、まあ、どんどんお気軽にお寄せください。お待ちしてます。以上、転売アカデミー堀秀夫でした。